昭和51年台風第17号は1976年9月に発生し日本全国に記録的な大雨をもたらした台風である。台風がもたらした降雨量の正式な統計は存在しないが、この台風の800億トンを超える降雨量はおそらく歴代第一位とされる。進路図1976年9月3日。 カロリン諸島東部に熱帯低気圧が発生し、4日にトラック島の北西海上で台風17号となる。17号は北西に進みながら急速に発達し、8日に最盛期を迎える。最盛期の中心気圧910ヘクトパスカル、最大風速は秒速60メートルであった。9日に南西諸島を通過後、10日から12日朝までの間は、 九州の南西海上でほとんど停滞。新聞ではノロマ台風として扱われた。13日1時40分頃、17号は長崎県長崎市付近に上陸した。その後は日本海を北東に進むが、14日朝に温帯低気圧に変わる直前、秋田県の沖合付近で南側に U ターンするという不思議な動きをした。大規模な堤防の結界が発生した。 長良川台風の長期間の停滞と前線の関東から四国付近での停滞によって全国的に大雨となり土砂災害や洪水などの被害が多発した。九州から中部地方にかけては期間降水量が500から1000ミリメートルに達し、四国地方では2000ミリメートルに達したところもあり、台風がもたらした総雨量は834億トンに達した。 総雨量1000ミリメートル以上を観測した地点は、岐阜、三重、奈良、徳島、香川、愛媛、鹿児島県など、全部で23カ所に上る。徳島県北尾村日早では、総雨量が2781ミリメートルに達した。香川県小土島内海町では、1328ミリメートルに達した。島内では、土石流が続発して海岸沿いの集落が孤立。 会場から巡視船による救出活動が行われた。さらに、岐阜県では、長良川の上流で1000ミリメートルを超える洪水のため、安八郡チ安八町大森万場町内で、右岸堤防が決壊、道町のほぼ全域が水没した。さらに、水没地域は、和重内堤防を越えて、隣の和の内町や砂又町へと拡大した。9月13日、 兵庫県一宮城で山津波が発生。この時、8日からの降り始めからの降水量が637ミ、mm、リメートルに達していた。6時50分に1時、崩壊、9時20分に土砂が流出し20分後に、泥流した土くれによって、下三方小学校が60メートル流された。ありがとうございます。